東風神社は、京都市北区、杉坂東風町にある神社である。京都府道31号西陣、杉坂線沿い、杉坂地区の東南端にあり、三跡の一人として知られた、平安時代の名所家、小野東風を祀る。東風部大明神、竹明神社ともいい、道地区を中心としたうぶすながみとして知られる。境内には、東風が、硯の水に用いたとされる、石水池や、 樹齢二250年以上、高さ25メートルの杉小立、不動明王を祀る名王道が存在する。当社の所在は杉坂東風町で地名の由来になっている。当社の置かれた杉坂の地はかつて山城国葛野郡小野里の一角にあたる。古代では大見国志賀郡小野村が拠点の皇族小野市の勢力範囲となっていた。小野郷はもともと 丹波国総伝軍に属していた。佐賀天皇の御代、公認年、中村、杉坂村で構成されていた。杉坂村は都に最も近く、徒歩で約1時間半で宮廷代理まで通える立地条件にあったに、編入され、明治7年に、雲ヶ畑村に編入されたその後、官任2年11月25日、鴨郡小野郷西木上郷大野郷と同時に、 彼女を下大寺宮の新領となる縁起20年、小野東風26歳で農書の線でひくらビに、おぎないされると、当地に世を構え、書の修練に励んだとされる。当社の起源は、この延期20年としている。なおひくらビとは、天皇の秘書官補のことである。同風の生まれは、終わり付近とされ、父は、小野屑公で養子、または、実子の産卵とされ、 尾野高村の孫になる。当時、尾野氏の支配下にあり最もとに近い最良の統治を父尾野くず公から与えられたと推定される。東風は、統治のうぶすながみ、若者より湧き出す。冷水和香水で、境内にあった、明子に豪を治めたことにより、没後当社氏神として祀られたとされる。人々は、道風の筆法に習って、和香水で剣雫するとともに、 この水を称える石踏みが混流されている。また、宮中にも献上され、手法で用いられていた。道風の遺品であるから鏡、硯、糖筆、硯塀塀、山などが社宝として保存されている。11月3日19時半から挙行される。お日き祭りは、薪木で湯桁を作って縦長に組み上げ、薬土死にあたる事故が火を入れる神事である。 このいげたが倒れた方角により、来年度の吉祥が占われる。ありがとうございます。